いえ、何でもありません。ダミーデータにトラップが仕掛けてあり、解除に手間取っただけです。そうか。何でもないならいいんだが。特に問題はありません。それより申し訳ありませんでした。ゆかりさんの手がかりが途切れてしまいましたね。気にすることはない。撃てと言ったのは俺だ。ですが、あなたが諦めなければ新たな糸が見つかるかもしれません。彼女が生きている可能性までもが消え去ったわけではないのですから。あなたとゆかりさんが共に歩めることを私も応援しています。ありがとな、久方次長。ああ、そうだな。諦めることはない。俺は必ずゆかりを見つけてみせるさ。頑張ってくださいね。お帰りなさい。無事でよかったわ。ただいま、空の森城。心配かけたな。まったくよ、もう。通信が途切れた時はどうなることかと思ったわよ。ご心配をおかけしました。無事、アルファを消去してきました。ええ。少し前に、急に都市内のコントロールがこっちに戻ったから、きっとうまくやってくれたんだって思ってたわ。ドローンの方は？今ようやく本部の電子情報戦チームがドローンを全て停止させたところよ。あら、噂をすればなんとやら。信也くんね。はい、もしもし、こちらラボ。作戦に成功したわ。そりゃあめでたい。こっちもドローンが停止してくれたおかげで一息つけた。まだ怪我人の救助や混乱の収拾は残ってるが、一安心ってとこだな。メタンハイドレート爆発の心配もしなくていいしね。残るは後片付けってところかしら。そのあたりはおいおいやっていくしかねえな。何せこれだけの事件だ。簡単には落ち着かねえだろう。市民がドローンに対して恐怖心を抱いているからな。人の手でやらなきゃいけないことも多い。覚悟しておけよ。了解です。宜野座監視官と常森監視官の回復を待って指示を出してもらう必要もありそうですね。宜野ならさっき目を覚ましてベッドの上から指揮を取ってるぞ。マジかよ。あいつもタフなデカの一員ってことさ。戻ってきて早々悪いが、お前たちも少し休んだら手伝ってくれ。やることは山のようにあるからな。はい、わかりました。では、以前の記憶を取り戻されたということですね。はい。私は以前、医師として働いていました。ですが、そこで挫折を経験し、転職を望んだのです。
なるほど。その挫折の経験が事件を通してフラッシュバックし、辛い思いをされたと。はい、そうなります。局長は以前私の記憶回復を気にしていた。そして私を監視官として採用したのもあの人。ならば私の過去について知っていてもおかしくはない。やあ、クガたちなでしこ。いや、姫川ゆかりくんと言った方がいいのかな。やはりあなたは全てをご存知だったのですね、局長。ああ、もちろん。逮捕された君をシビラにスカウトしたのは僕だ。覚えているかい。ええ、そのあたりの記憶はまだ少し曖昧ですが。そうか、なら簡単に説明しよう。君は免罪体質と呼ばれる特異体質だった。それは思い出しているね。犯罪係数が生まれつき特定できないイレギュラーですね。シビラはその免罪体質者の脳を集めてできたシステムである。機械的なプログラムでは人間の本質的な犯罪係数を計測することは不可能だ。そこで人間の脳の活動を統合して思考力を拡張、高速化するシステムが作られた。それがシビラシステム。驚いたかね。そしてあなたもその一部なのでしょう、火星局長。ああ、僕は常に火星常習であるわけではない。この姿は日常業務の息抜きや自我を保つために持ち回りで僕たちが使用している擬態なんだ。そしていずれは君も使うかもしれない体だ。君もまたシビラの一部となるにふさわしい資質の持ち主だからね。ですが、私の免罪体質はまだ回復していません。そう、そこが問題だ。シュビラの一員となるには免罪体質であることが必要不可欠だ。だが君の記憶は戻れど免罪体質は回復していない。だから今後君をどうするかまだ決めかねていてね。私としてはこのまま公安局での職務を続けることを望んでいます。ほう。記憶が戻ったのと同じ環境を続けることが免罪体質の回復へ近づく道だと考えています。色相の濁るような事件に関わることで私は記憶を取り戻しました。免罪体質復活の鍵もそこにあると。はい、私はそう考えます。どうかもう少しだけ猶予をくださいませんか。これまで通り公安局の一員として私はこの社会を守るため尽力いたしましょう。いいだろう。君は貴重な存在でもある。猶予を与えよう。ありがとうございます。だが今の君はあくまで一執行官だ。そのことを夢忘れないように今後の君の働きに期待しているよ。はい、分かっております。
剣執行官、次の角を左へ。犯人をドローンでそこへと追い込みます。了解。やれやれ、息子に自分の思い通りの適性が出なかったからって進学先に賄賂を送って色相を濁らせたんじゃ本末転倒だな。まあ誰だって自分の子供には幸せになってもらいたいもんさ。親ができることなんざたかが知れてたとしてもな。ふん。とにかく犯人は全て確保。一斉不正入学の件はこれで解決か。あとは報告書をまとめるだけですね。ちょっと剣、かがり、ドローン破壊の始末書ちゃんと書いてよね。ぎ、だからあれはちょっとした事故でさ。そうそう、ちょっと勢いつきすぎたってか。先走って私の指示の前に突っ込むからでしょう。理由はどうあれ、備品を壊したのは事実なのですから、さっさと書いてください。えいっと。ゆかりさんの手がかり見つかりましたか？いや、さっぱりだな。悪いな、久方次郎。休みのたびにあんたを付き合わせちまって。いえ、執行官の外出に付き添うのは監視官の務めですから。いつか必ず会えますよ。そうだな。